はい、皆さんこんにちは、ワネルグルーシュです。信長の野望創造戦国力士団明智光秀でプレイをしていた続きですね、やっていきたいと思います。すでに明智光秀は寿命で死んでしまってですね、今その養子秀光、彼が明智家を率いていると、そういう状況になってます。で、初回からご覧いただいている方はね、ご存知というか見ていただいているかもしれないんですけども、なんといっても信長に反旗を翻すというのを一番の目標にやってきてますので、今回はその続きでですね、いよいよ信長に対して独立を仕掛けるタイミングを見極めながら伊達を攻略していこうかなと思ってます。で、一つはですね、伊達を攻略した後に、こちらの最上家ですね、最上家を攻略するかしないか、同盟を結んで、逆に明智側として取り込んでいくのか、それとも最上も倒してしまって攘夷の憂いをなくした状態で、信長に反旗を翻していくのか、そのあたりをちょっと考えてます。あとはですね、この今織田家と徳川家同盟中ですけども、これを破棄させて徳川を味方に引き入れるというのも一つ考えてます。もう一つはこちらの島津ですね。島津がきっちり信長に対して攻勢をかけてくれるっていうのも絶対条件になってますね。ご覧の通り、全国のもう何て言うのかな、半分以上は信長領になってますから、島津がきっちり信長を攻略してくれる。で、家康も信長に対して反旗を翻す。そのあたりがね、重要になってくるかなと思ってます。で、伊達は滅ぼしてしまって、伊達配下の武将をもらい受けるというところまでね、やっていければいいかなと思ってます。では早速続きをやっていきましょう。まずは配属で、武将のいないところに武将を配置していかなきゃいけないんですが、もうね、武将不足ですね、完全に。複数武将がいるところから、武将を引っ張っていくしかもう道がないっていうね。一人武将の城っていうのは正直言って守るのが難しい。城門が1個しかない城っていうのはないので、城門が2つあると、その城門を守りきれないっていうことになるので、できるだけね、2人、最低2人、できればやっぱり3人ですね。城門が3つあるような城もありますから、というか平城の場合だと、どうしても城は3つになってき、あ、城門は3つになってきますからね。そういうことを考えていくと、どうしても武将の数は欲しくはなってきますよね。で、優秀な武将がしかも欲しいってなると、なかなか厳しくはなってきますね。で、こっから上は、もう大名クラス、重鎮クラスの武将がずらっと並んでますが、この辺りをもらうのは難しそうだな。森長可とかもらっときますか。ただ信長の側近ですからね、ついてきてくれるのかっていう疑問もある。あ、海姫もらいましょう。海姫をもらっときます。やっぱり武将を大量にゲットするためには、伊達を自らの手で滅ぼす必要があるので、そこをね、いかにきっちりできるかっていうところも重要になってきそうですね。で、あとはいずれ来る戦闘に備えて、しっかりと城の改修ですね、やっていかないといけないかなと思ってます。
まあ、最前線になるような城っていうのは、どうしても耐久力を上げておかないと、一瞬にして信長に攻められると思うので、城はね、ガシガシ回収していきましょう、お金の続く限り。で、まあ、このクルリとかに関しては、徳川が最前線の敵になる可能性があって、ここもね、下手したら戦闘になる可能性があるので、徳川がね、こちらについてくれるっていう保証は、まあ、残念ながらない。もちろん取り込むように頑張りはするんですけどね。となると、あとは城の規模、どんどんでかくしていかないと。まずはやっぱり縄文を全体的に強化していきましょう。この辺りは全く手つかずですね。伊達も攻め取ったものの、そこから先に手をつけてないまま収めていたなーって感じですね。よし、こんなところでいいでしょう。では、ここから先は内政系は委任していっちゃいましょう。ちょっと皆さん退屈されてきたと思うので、先に進めていきます。あなたたちに勝ち目はありません。我が戦お見せしましょう。かかれ。最後はここ2つを残したいな。で、自らの手で取ると。男と言ってもこんなものですね。ご命令ください。報告いたします。城を落とすにはちょっと部隊数が足りないので、浅野行長の部隊を派遣していきましょう。そうすれば交通の要衝と言われていた元宮城を落とせるはずです。お助けいたします。皆我に助ただ元宮は援軍が来て、援軍が落としてくれそうなので、戦力を温存しましょう。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。伊達輝宗か。となると、あそこを通ると面倒なことになるので、通らずに帰還していきましょう。あとは遠方にいる所属部隊ですね、彼らをちょっと前線へと配置していきましょう。そろそろ伊達が虫の息になりつつあるので、その時が近い。最後のとどめはやっぱり自ら刺さないと、伊達配下の武将が自分の配下にならないので、それだけはね、避けていきたいと。今やっぱりその伊達配下の武将を自軍に明智家の配下に取り込むっていうのは、今後の戦いをする上で絶対に必要になってきますからね。援軍の力ではなく、自らの力でとどめを刺すっていうね、
ことを目論んでいきましょう。それに失敗するとまたちょっと戦略がだいぶ変わってきますからね。よし、こんなところでいいでしょう。加勢いたす。いざ参ろう。出陣します。竜の戦見せてやろう。出陣します。表情を始めましょう。さ、先月の終始です。コツコツ回収をしていきたいところですが、回収は今できるところがあるよね。おっとっと、回収だけは本当にね、もうすごい重要ですからね。ちょっと面倒ではありますが、きっちりやっていきましょう。とはいえ今はどれも作り中かな。なのでちょっとターンを送っていきましょう。でその時に投資なり内政なりを委任させていきます。あーでもあれか、委任、投資を委任しちゃうと回収がままならなくなっちゃう拠点が出てきますね、きっと。こんだけ武将不足が進んでいる今だと。まあでもいいでしょう。政策を執り行います。腕が鳴るぜ。竜の戦見せてやろう。止まれ、行くぞ。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。表情を始めましょう。先月の終始です。そしたら元宮城を落とすチャンスなんで、いくつかの部隊だけ元宮に攻略をさせましょう。我が槍を受けよ。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。出陣するぞ男と言ってもこんなものですね。いざ参ろう。表情を始めましょう。報告いたします。伊達はもう虫の息と言っていいでしょう。馬鹿城も我がものとなりましたね。ただ本当に武将の数が不足してる。ウジテルとかをこんな小城に入れたくないんですけどね、本当は。いざ参ろう。野上が敵として参戦中か。ここはどれだけ信長の本軍が援軍として出てきてくれるかっていうところにかかってますね。待機しろ。止まるのです。お任せください。敵将捕らえました。出陣します。出陣するぞ。敵将捕らえるのは非常に重要ですね。もうどんどん味方に取り込んでいかないと。承知。我らに撃てぬ敵はありません。出陣します。ご命令ください。報告いたします。あと残っているのがこの米沢城か。伊達は残り3つ。そしたらもうここで総攻めをかけましょう。承知いたしました。出陣するぞ。米沢城に対して兵を送っていきます。まず
米沢が先に落ちるか、それともこちらの2つの城が先に落ちるか、それはもうわからないですね。小泉城と理不城。まあ、見た感じだとどうだろうな。米沢城はそれなりに兵力もいるし、何よりも援軍も出てきてるのでちょっと厳しいかなって感じもしますね。米沢城を先に落としたいという思いはあるんですけど。待機せよ、出陣するぞ。部隊がいくつかいますので、これを米沢城へと送っていきましょう。承知。中村和氏もちょっとこちらの米沢城へと派遣していきますか。4000っていう兵力は大きいですからね。あなたのためになるのなら。でさらに伊達に組みする部隊もいるはずなので、北側もね、そんなに任せください。流暢にはしてられないと。で、信長に反旗を翻す前に各拠点に配置する武将を整理しないといけないっていうのもありますからね。逃げたければ逃げなさい。我が戦見せしましょう。出陣する。我が方の城奪われました。どこの城が奪われたって。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。では回収をやっちゃいましょう。で、奪われた城がどこかっていうのをちょっと確認しましょう。伊達に奪われてなければいいんですが、この辺りだな。こっちの西側で島津と激突中ですね。ここは意外と落としづらそうだな、米沢城は。行きます。加勢します。私だってやれるんです。我が戦お見せしましょう。戦へ参る。敵将捕獲したぞ。ご命令ください。報告いたします。ください。はい。さあ、あとはどっちが先に落ちるかだな。城が加勢いたす。止まりましょう。お任せください。出陣するぞ。敵将よし、捕獲しました。最後の城が小泉城になりますね。伊達の最後の城が。報告いたします。先月の収支です。何、伊達の最後の城がこんなところにある。くー、この2つの城取るのか。この2つの城を取るにはルート的にはないね。伊達のこの2つの城を取るには北に攻め上っていくしか道はない。となると最上攻略して、さらに大崎、最上、この辺りも攻略しないと信長に対して戦力を振り向けるだけの
武将数が足りなくなりますね。ただそこまで自分の傘下に加えることができれば、信長に対して反逆した時にかなり有利に戦闘は進められそうな、そんな感じもしますけどね。最上家が総兵力6万、大崎が、大崎に関しては6千か、まあ、大した兵力数ではないので、できれば最上と伊達も組み入れましょう、傘下に。ちなみに今の発言力は112になってるか。そしたらそろそろ天風を1回入れましょうか。この八王子城への天風を、入れたいけど天風はこれ以上選べませんと言われてるんで、しょうがないね。ちょっとまた後で試してみましょう。で、あとは回収系ですね。この辺りはちょっとまだまだ時間かかりそうだな。武将数がちょっと全然足りてこないからな。そしたらもうガシガシ大崎家とかを攻めていきましょうか。もうちょっと余裕のある戦い方になるかなと思ったんですが、そうもいかなそうなので、もうここはガシガシ攻めていきましょう。まあ時間がかかりますけど、力攻めでただ単に兵を送り込んでいけば勝てる戦になると思うので、ここは自軍からどんどん兵を繰り出していきましょう。戦場で華麗に舞いましょう。出陣します。伊達が、まあ、青森県付近に城を持ってるとはちょっと思わなかったかな。我らに勝てる敵はない。これが戦の作法よ。逃げたければ逃げなさい。我が道を開けよ。これは誰だ。これは最上家か。腕が鳴るぜ。ま、一時あれだけの勢いを持っていた伊達をここまで追い詰めたというだけでもだいぶね頑張ったかなとは思うんですが、まさか伊達が青森付近に城を持ってるとは思わなかったな。かなりの誤算ですね。お助けいたします。命にするな。生きるのだ。出陣するぞ。これが戦の作法よ。男と言ってもこんなものですね。これが戦の作法よ。出陣する。最上も虫の息と言っていいでしょう。我が織田軍の前には行場を始めましょう。報告いたします。まあ、信長と相対する時のこと、織田軍と相対する時のことを考えると、やっぱり城を攻めさせて兵力を削った上で反撃に出るっていうのが多分一番ね、効率的なんじゃないかなと思うので、そういう風にするにあたってもやっぱり城の防御力ですね、非常に重要ですよね。加勢します。捕らえました。いざ参ろう。お任せください。はい。
しいたしました。そろそろ一回兵を引いてます。さあへ参る。これぞ我が軍略、我が魂よ。ご命令ください。報告いたします。もうちょっとね、戦力蓄えて武将数増やしていかないと信長に勝ち目はないからな。とはいえ信長も島津の攻略をいよいよ始めたので、もうそこまでの猶予はない。今遊んでる部隊はいないよね。遊んでる部隊がいなければ OK です。まあ、伊達はもうほぼほぼ滅ぼしたんで、最上を滅ぼして、助立ちいたす。ここは包囲が不完全か。ちょっと武将数が足りないな。送ることもできないか。そしたら一旦ここは騎乗させましょう。もう自分で全部落とすっていうのはさすがに無理なんで、武将の数が足りなすぎるので、一旦ここは温存しましょう。捕らえたり出陣します。騎乗するぞ。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。回収が進んでるのかどうかっていうチェックもね、ちょっとこの後やっていきましょう。無駄死にするな。生きるのだ。戦場へ参る。私だってやれるんです。戦場へ参る。行きます。いざ参ろう。ご命令ください。報告いたします。助立ちいたす。戦場へ参る。加勢します。ご命令ください。報告いたします。ここも力攻めしていきましょう。投用していきたいね。けど一人だけか投用できるのは。武将数が圧倒的に不足してますからね。さあここはじゃあ一旦兵を返していきましょう。そうか、今最上を攻めてもいいことはないんだよな。伊達の直轄領になるだけですもんね。だったらちょっと一旦兵力を蓄えたらですね。ご命令ください。先月の終始です。全軍を持ってこの伊達領へ進攻していきましょうか。こっち沿いに行けば伊達軍攻められるはず。ちょっとシミュレーション一回だけさせてください。こう行ってこう行って海に出て、行けますね。行けるので、これで伊達軍への進攻をしましょう。伊達領か。
まあ、ちょっとね、今回一回騎乗しますけども、次回、今の、この海沿いを行くところ、あるいはその、実際にね、三陸沖を進むっていう、船で進むっていうのも、検討しつつ、伊達本領への、最後の、伊達の居城への攻撃を検討しましょう。今、最上を攻めても自分の城にならないので、あまりいいことがない。ただ、この水戸城って1万6000兵数いるのか。ちょっとね、要検討ですが、考えて対応していきましょうというところで、今回はここまでにしたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。